さあ、乱世の会の三国テーマ投稿でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はまた総選挙をやっていきたいかなと思うんですけども、自衛ですね、自衛総選挙をやっていきたいかなと思います。種類がね、13種類出てきて、そろそろこう各自衛に差が出てきたんじゃないかなということと、まあリクエストもあったということで、まあちょっと今回数えさせていただいたんですけども、いやー疲れましたね。武将の総選挙の時に数えた時はここまで疲れなかったんですけど、自衛はね、なんか知らんけどむちゃくちゃ疲れました。でさらにまあ攻撃と防衛と両方数えたので、まあ例えば攻撃武将を数える時の倍数える必要があったというのもあって疲れたというのもあるんですけども、なんか倍以上疲れてますね。数え終わった後はなんか頭が回らなくて足し算もできないような状況になってたんですけどね。なんでそんな状態で数えてるので、1票2票はね、数え間違いあるんちゃうかなと思うんですけども、まあその辺だけご了承いただけたらなと思います。完璧に数え切ったというわけではないんですけど、もうほぼ誤差なく数え切ったと思います。で、統計方法は前回までと同様ですね。ヨセムソウさんと、ジンさんと暁さんのメンバー、今回は148人ですねが、使っている自衛というのを全部数えさせていただきました。で前回自衛総選挙やった時はペアリングでね、数えさせていただいたんですよ。このペアが1位、このペアが2位とかいう感じでやったんですけど、今回は純粋に、自衛だけ数えております。なんでどの自衛をどの部署につけるのがいいかとかいうのはちょっとわからない選挙になっちゃってるんですけども、その分、まあ、前のペアリングの場合だとこうランキングに載っている部署を持ってないとか、持ってるけどランキングが低いとかいう状態だったら、まあ、じゃあ上位のを作るまで非常に時間がかかるみたいなね、状況にはなってたので、まあ一長一短かなという感じなんで、まあ今回の自衛総選挙もかなり役に立つ情報をお届けできるんじゃないかなと思いますので、ぜひご期待いただけたらなと思います。で今回の、動画ではですね、攻撃武将のみをちょっと紹介させていただいて、防衛武将のランキングというのは次回の動画で、お届けさせていただこうかなと思っております。ご了承ください。そしたら始めていきましょうか。自衛全13いるうちの第10位がですね、はい、絶衛資格ですね。13人が使ってました。これはすなわち先行使いが148人中13人いたということになるんじゃないかなと思うんですけど、かなり少ないですよね。やっぱり最近はちょっと先行に陰りが見えてきたかなという感じがしてならないんですけども、それでもまあ13人は使ってたということですね。まあこの絶衛資格のいいところと言ったら、まあこれですね、発動するとすぐに増援武将に3秒間持続する報復仕掛けを発動しというのがありますが、この報復仕掛けというのがね、例えば旅網なんかで、城落としにかかった時に旅網に攻撃できる防衛施設って言ったらもう射撃塔と放射塔しかないんですよね。この2つを的確に壊してくれるということで、先行の幅がかなり広がると、先行するのであれば絶対に取っておきたい自衛ということになってるかなということで、まあ10位に滑り込んでいるという形になってますね。はい、次第9位ですね。9位がですね、はい、乱世王道ですね。これはこの自衛の特徴といえばやはり、この回復禁止ですね、これが非常に強いということですね。で、紫自衛でもこの回復禁止ってあるんですよね。はい、こんな感じでこの第2段階で回復禁止になるので、まあ紫でもえっちゃええかなということで、紫を未だに使ってる人結構いました。なんで紫の数を足すと少し順位が変わってくるんじゃないかなという感じですね。で3段階目、亡霊に痛めつけられた目標は追加の攻撃力負荷効果を全て失うということで、これ多分攻撃力とか攻撃速度なんかの、言うたら、まあ、バフが消えるという形になるんですかね。で亡霊に痛めつけられた目標というのが、まあ、1体だけなので1体の、まあ、攻撃力攻撃速度が、まあ、
言うたら通常に戻ってしまうということになるので、ちょっとこの3段階目が弱いかなということで、9位になってるんじゃないかなという気がします。そしたら次第8位ですね。8位がですね、はい、白磁戦法ですね。これはそうですね、あのランセオードより白磁の方がいいよという意味で僕はちょっと捉えてはいないんですよね。というのがこの、まあ、下の天王禁止から機関人形までの6体の自衛というのは、基地札なしで取れる自衛になっているので、取りやすいということになってるんですよね。取りやすいので、まあ、必然的に持ってる人も多いと。さすがに基地札自衛だけで全部こう自衛を揃えるというのはね、かなり、まあ、重課金の方でなかったら不可能かなと思いますので、上位の軍団でも全員が全員ハイ課金ではないということなので、まあ入ってきてるということなんですけど、僕はね結構この白磁戦法は敵にいると嫌いなんですよね。それはなぜかと言いますと、この3体の目標を3秒間くらませるということで、これスキル発動のタイミングとかにくらまさせられたりしたら一発空打ちになっちゃったりするんですよね。なんでまあ嫌いだということですね。でまあ目標も3体と割と多いので、僕はもうちょい上でも良かったんじゃないかなというふうに感じてるんですけど、まあ今回は、8位で42人が使ってたということですね。あ、失礼しました、あのランスヨードは36人が使ってましたね。なんでその差は6ということで、かなり差は小さいのかなという感じはします。次第7位ですね。7位が、はい、天王禁止ですね。天王禁止は、54人が使ってましたね。なんで白磁より12人多いということになってるんですけど、これはそうですね、防衛でいった場合は白磁の方が鬱陶しいかなと思います。なんでか言いますと、この4秒間沈黙させということは、まあ4秒間スキルが打てないということになるんですけど、通常攻撃はしてくるんですよね。でさらに、単体目標に対しなので、1体しか、まあ、このスキル発動禁止が、まあ、効かないということになるので、まあ、対象武将は白磁の方が多いですし、この天王禁止の場合は4秒間沈黙させられた後はすぐスキル打たれちゃうんでね、こっちの方がちょっと微妙かなというふうに思うんですが、これかな、はい、武将の攻撃速度が 40% 上昇し4秒持続すると。これがまあ、あの攻撃面武将の、まあ、基礎攻撃力速度を上げるということで、まあ白磁に比べたらこっちが攻撃向きなのかなということで、この攻撃自衛総選挙では白磁より天王禁止が上回っているということになってるんじゃないかなという気がします。はい、次6位ですね。6位がですね、はい、機関人形。これまた意外なんですけど、僕は白磁や、天王の方が攻撃に関しては有能なのかなというふうに思ってたんですけどね。これかな、やっぱり1回最初のですね、最初のめまい凍結無力化効果を無効化し、その後5秒間その効果の無効化を持続できるということになってるんで、やはり相手防衛武将に2強が必ずいると言っても過言ではないような時代になってきているので、その2強の凍らせるというので、そのまあスキル発動から打ちさせられたり、あとさっき白磁言いましたけど、白磁戦法の、まあ言うたらめまいですか、めまいで、から打ちさせられるみたいなのが防げるということがあるので、これしかちょっと理由が思い当たらないんですよね。ここら辺の、まあ、体力 40% 未満の目標に対してダメージを 50% 増加するというのは、これは武将がというよりはこの自衛の攻撃のということになるので、第1段階目第2段階目はもうほぼないに等しいぐらいの強さになってるんじゃないかなと思うんですよね。516% なんで、そうですね、ダメージにすると1000ちょいぐらいしかないんでね。でこれで 40% 未満のところに1500与えるとなっても、まあ知れてますよね。なんでこの3段階目がまあちょっと非常に強いということで、今なんや、第6位66人が使ってたと
いうことで、まあ、7位の天王金賞より12人よく多めに使ってたという形になってますね。なんで相手防衛武将に2強みたいなそのステータス以上を引き起こす、ステータス以上って言うたんやから、はい、を引き起こすような武将がいなくなったら、この機関人形というのはお役御免に攻撃の場合はなってくるんじゃないかなという気がします。はい、次第5位ですね。5位が、ここでですね、この新武将桃園墨客が来ます。なんでこれすごいですよね。まだ出たばっかりなのにここまで上位に食い込んでいるということは、かなりの人がこの自衛は有能だぞと感じて取ったということになりますよね。でこれの特徴といたしましては、この連結された、武将というのがあるんですけど、これ、まあ、読むと主要目標とその付近にある1名の敵方の武将を連接しということがありますよね。なので例えば防衛武将に天位と2強がいました。で、主要目標は天位でした。天位はまあ防衛武将にいないか猛角と2強ですね。猛角と2強がいました。主要目標が猛角でした。で、2強に連接 しましたというふうにしますよね。で移動を3秒間禁止することができるということで、2強が移動できなくなるということですね。で期間中に主要目標が受けたダメージの 30% はそのまま連接されたサブ目標に与えるということで、例えば3秒間で2万ぐらいダメージを与えたとしたら、その間連接している2強に6000ダメージが入るということになるんですよね。これは結構その猛角とかやったら、その言うたら目標を引きつけるみたいなね、効果があるので、それでボッコボコにしている間に、例えば二強や周囲みたいなね、体力の低い防衛武将が連接うまいことされた場合っていうのは、そのまま二強や周囲を殺すまでもはいかんでも、もうほぼ瀕死にするぐらいのね、言うたらダメージを与えられるということで、これが非常に魅力的だということで取った人が多かったんじゃないですかね。で、主要目標に対して現在の盾の値を 45% 下げるというのもですね、2強のシールド対策になっているということで、防衛武将に2強が必ずいるような時代には、まあ、必要な自衛になってくるんじゃないかなという感じがします。ただこの盾の値を 45% 下げるという効果がもしなかったとしても、やっぱこの2段階目の連接ですね、これが非常に、まあ、効果があるということで、今後ねこの桃園墨客取っていく方っていうのは相当増えていくんじゃないかなというふうに感じております。148人中78人が使ってました。なんで半分以上の人がもう取ってるということなんですよね。すごいですよね。みんなこう早いわ、取るのが。フットワークは軽いですよね。そして次第4位なんですけど、4位がはい、虫姉ちゃんですね。虫姉ちゃんは、82人が使ってたということで、桃園墨客と4人しか変わらないということなんですよね。これは一番最初に出た基地札での、自衛ということになるんですけども、この虫姉ちゃんの特徴といたしましては、やっぱり、これですかね、目標を侵食し2秒間束縛するということで、まあ、2秒凍結みたいな感じになりますよね。でまあ、目標はこれは、単体目標かにはなるんですけど、それでもね、まあ凍らせるっていうのはかなり大きいですよね。まあただちょっと防衛施設を優先的に攻撃というのがあって、まあここら辺がね、実はというか、実際はまあ防衛武将をね凍らせてくれたら一番いいんですけど、まあ、ただ施設が周囲にない場合はですね、武将を凍らせてくれるはずですし、煉獄とか漂移台みたいなね、一回凍らしてしまうとほぼ弱体化できるというような施設、ただこうずっとダメージを受け続けてたら厄介だぞみたいな施設ですねを一回止めることができるというのはかなり大きいというふうに感じます。で多分武将が凍ってる間でも自衛は動くはずなんで、漂移台に捕まった防衛武将は攻撃武将は凍ってしまったと、けど虫姉ちゃんで凍らせた、止めたとなったらですね、また動き出せるみたいなね効果があって、まあ、支持されてるんじゃないかなと思います。特にまあ攻撃で、まあ、効果を発揮する自衛になってるんじゃないですかね。これもまあ取ってて、まあ、まず失敗はしない自衛になってるんじゃないですかね。
という感じですかね。そしたら次が、第3位ですか。第3位なんですけど、第3位はですね、はい、狼ですね。狼が、104人使ってました。なんで虫姉ちゃんより22人も多く使われてたということですね。この自衛の特徴はやっぱりもうあれですね、この闘気が2秒増加するということですね。今もう兵士より武将に頑張ってもらうような時代ですから、これはもう地上戦に限らず先行でもそうなんですけどね、なるだけスキルを打ちたいということで、まあこの2秒増加というのはかなり効くわけなんですよね。1回きりじゃないんでね、武将が生きてる間何回もこう自衛というのは7秒ごとに発動してくれるので、7秒ごとに2秒増加してもし闘気がしたとしたらですね、最終的に打てるスキルの回数というのは相当変わってくるということになってますよね。なんでまあ強力なスキル2強や周囲のね、スキルをたくさん打たせたいということで、この狼が支持されている理由になってるんじゃないでしょうか。それ第2位ですね。第2位はですね、はい、南蛮力士になってます。123人が使ってました。なんで狼より19人多く使ってる方がいるという感じですね。まあこの自衛の特徴としましては、まあこの、反射光に霊気を付帯し、最初に反射ダメージを受けた敵目標を3秒間凍らせるということで、これでまあ、例えば煉獄とか氷遺台にかかっている時にその煉獄氷遺台を凍らせたり、あとまあ防衛武将と、まあ、ガチンコでやり合ってる時にその防衛武将を凍らせたりということがあるのが、まあ、この自衛の強みなんじゃないかなと思います。なんで虫姉ちゃんとね若干似てる部分はあるんですけども、ただ虫姉ちゃんに比べて作りやすいですよね。虫姉ちゃんは基地札、こちらは基地札なしで作れる、まあ、自衛ということになってますし、一番初期からいるのでね、まあ作った人多いと思うんですよ。作ってさらに虫姉ちゃんと同等の効果があるということで、となったらまあ使わん手はないですよね。ということでまあ2位になってるんじゃないかなということですね。はい、そして栄えある第1位はですね、新山聖火になってます。これ僕意外だったんですけどね、どちらかというと防衛向きの自衛になってくるんじゃないかなという気がするんですけども、148人中131人が使ってたということで、もう9割以上が使ってるということになりますよね。でこの新山聖火の特徴としては、まあ、体力回復ですよね。自衛技力の 400% 体力回復と、でさらにその、30% 増やして、で、最終段階までなると全て、4秒以内に受けた全てのダメージを 40% 減らすと、これね、超運とかあと劉備なんかのもともと割合ダメージ減らすような武将にこの自衛をつけたら本当にカッチカチになるんでね、ここら辺がやっぱり支持されているポイントなのかなという気がします。まあ攻撃とかに関してもやっぱ攻撃力を上げたりだとかいうのも大、スキル回数打つとかいうのも大事なんですけど、長生きイコールスキルをたくさん打てるという、まあ非常にシンプルな考え方をすると、まあこの新山聖火が有能であるというのはですね、まあ地面の理由なのかなという気がしますね。でさらに基地札も使わなくて済むということで、まあこれはまあ1位になるやろうという感じですよね。はい、そしたら、結果まとめました。このようになってます。で、基地札自衛が1番に登場するのが4位の虫ですね。虫姉ちゃんで5位の桃園墨客という感じになってるんですけども、なんで、6位以下の機関人形、天音禁止白磁戦法なんていうこの自衛っていうのはね、ちょっと頑張れよと言いたくなりますけどね、取りやすいのに取りにくい自衛よりランクが低いということになってくるんで、まあ自衛はもう今後増えてくるとは思うんですけどね、この桃園墨客なんかは紫ではいない自衛になってくるんで、この基地札自衛のみで使う、登場というような自衛が今後増えてくると思うので、白磁天音機関人形っていうのはだんだん消えていくんじゃないかなというふうには感じておりますけどもね。で、今回こう10位まで紹介させていただいたんですけど、あとの3人の自衛ですね、鳥と異教舞姫とハンマー姉ちゃんということになるんですけど、
この異教舞姫に関しては、兵士を寝返らせるというような効果がある、まあ、自衛になっているので、攻撃の場合は相手の防衛の援軍ですねを寝返らせる効果があるということなんですけども、寝返らしてもしょうがないですよね。多分今東巡兵とかがたくさん入ってる場合が多いと思うんですけど、44体全部が全部寝返るっていうんだったらあれですけど、そんなことはありえないので、まあ攻撃では使えないかなということで、誰一人使ってなかったという感じですね。で、ハンマー姉ちゃん、ハンマー姉ちゃんも誰一人使ってませんでした。やっぱりいまいちなんかな。まあ魅力はちょっと感じにくいですよね。まあこのダメージ特化という感じになってる自衛やと思うんですけど、そもそも自衛の攻撃力に期待する人っていうのはほとんどいないかなということで、使われていないということになるんかな。で、鳥が、何人使ってたんかな、7人使ってたんかな、なんですけど、寄せ無双さんと、ジンさんでは1人ずつが使ってただけということになるんですけど、暁さんに関しては5人もの方が使ってたんですよね。これは、絶衛資格より多い人数になってるんですけど、暁さんは絶衛資格使ってた人は4人なんでね。で、これの理由をちょっとね、考えたというか気づいたんですけど、世界一になった人いますよね。 6G さんってお読みする方だったんですかね。あの方がまあ暁さんに所属してるんですけど、あの人がね鳥を使ってるんですよ。なんでやっぱりそういうのに影響されて、周りの方もこの鳥を使ってるということとしか考えられないんですけどもね。やっぱり世界一のプレイヤーの影響力というのは大きいんだなという気がしますけども。で、改めてこれちょっと読ませてもらったんですけど、そんな悪くないなと思うんですよ。例えばこの火炎弾が目標に引火し、その目標が3秒以内に受けた全てのダメージを 20% 増加させるということで、これ若干投炎防却と似てますよね。で、まあこの言ったら防衛施設を優先的に攻撃というのがちょっと気になるところではあるんですけどもね。しかも周囲の目標2体に対しなんで、2体に対して撃って、でさらに防衛施設優先ということで、武将に必ず当たるわけではないというところがちょっと辛いところではあるんですけど、うまいこと武将に当たればね、でさらにその武将に例えば2万ダメージとか与えたら、まあ4000ダメージが追加で入るというような形になるということになるんでね、まあそこまで悪くないんじゃないかなと思います。で、3番目、火炎弾を追加で1発増援武将の次の攻撃に付着させるということになってるんですけど、次の攻撃って言うても多分同じ相手になると思うんですけどもね。なんでこの火炎弾が2発ぐらい、まあ、当たるみたいな感じにはなると思うんですけど、攻撃力がねぐんと上がるような気がします。僕も使ってないんで何とも言えないですけど。で、さらに、防衛施設を優先的に攻撃ということで、多分先行にも向いてるんですよ。リョモなんかにつけたら、おそらく絶衛資格の次ぐらい、絶衛資格、あと鳥か虫姉ちゃんぐらいの順位でね、有能な自衛になってると思うんで、まあそうですね、ただまあなんぼ有能や言うても投炎防却とか取ってない人は取る必要ないのかなという気はするんですけど、最終的に最強の5つの自衛を揃えるとか言ってなってきたら、ワンチャン入ってくるんちゃうかなというような気さえしてる、まあちょっと未来のある自衛になってるんじゃないかなという気はするんですけどもね。世界一の方も使ってるんで、まあ何かしら根拠はあるのだろうなという気がしております。はい、こんな感じですかね。結構すぐ動画撮り終わると思ったんですけど、もう24分ですか。しっかりと喋らさせていただきましたけどね。まあこの自衛っていうのが登場してから三国展望大きく変わったんじゃないかなという気はするんですけども、どの自衛もねすごいこう個性があって面白いですよね。で、誰にどれをつけようかとか言って悩むのも楽しいと思うんですけども、どうしてもね困った時はこのランキングをちょっと参考にしていただけたらなと思います。で、次回の動画では予告した通り防衛での使われている自衛のランキングというのを発表するのと、
あともうまとめてですね、攻撃も防衛もまとめてこうひっくるめて全部足したらどんな風な順位になるのかというのもですね、まあこれはおまけみたいなもんなので、さらっと紹介させていただいて、自衛の総選挙は終わりたいかなと思います。次回もぜひご期待ください。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。